団長様、やっといらっしゃいましたね。待ちくたびれたんじゃない？落ち着かなき。ゲーム覚えていらっしゃいますか？ですよね。さあ、それではご説明はお任せあれ。あら、ま、傭兵に。傭兵です。猫探し。あらあら、そういえばこん。団長様、私たちがなぜここ。そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディーのお相手、さて、美しいレディー。ふざけないで。一体何時代から来たの？顔がダメなら口を閉じてればいい。どうして。はあ、怒らないでください。それお前、それこそがリディアを仲間にしたい。さあ、エリン。いい仲間との出会いを期待。もう、いい判断ね。この酒場には間違いはなかった。ロクサンナさんです。あら、は当然だ。団長、でもあなたと果たして。ふっ、実力ならその自信。実のところいいわ。泥棒ですか？危険ではない。ただのこそ依頼を解決。機会をくれて。さてと、まず泥棒の目。ははさい近、商店。なんだお前は。傭兵だ。傭兵。おい隊長、おいおっさん。それならぜ。わかったか。簡単にはいき。ごめんなさい。厳しいな。ハゲちまうってこ。あの、母さん。なんだって。そうじゃなくて、お前は絶対傭兵だろうが何だろうが、今すぐここでその少年を叩き直してやる。うわ、なんだこのおっさん、いきなり何をしやがる。カーソンが何かするといつもこうなります。Thank you.
行くぜ。行きます。はあ、私、ご迷惑になってないですよね。けっ、思ったより実力がある奴らだな。だ、団長様、私、やりました。そうだな、俺も君ならできると思っていた。お役に立てて光栄です。おい、エリー、あいつも隊長に惚れちまったんだな。知っています。でも、リディアは私たちの傭兵団に進んで入ってくれた大切な仲間ですし。待ってください。あいつもってどういうことですか？まさか隠してるつもりだったのか？隊長のそばにいる時のお前、どんな顔してるか教えてやろうか？ん？俺がどうしたって？カーソン！スキアリ！おじさん、油断したね。ダメだ！髪の毛みたいだね。じゃ、またね。カツラだったのかよ。あの子がロクサンナが言っていたコソドロか。俺のカツラ、いくらしたと思ってるんだ。捕まえに行った方がいいんじゃないですか。逃げる前に動くか。急ごう。でも、とても物を落としながら逃げていない。追いかけてこられないようにわざとそうしたのに。頭はあんまり良くなさそうだな。母さんにそう言われるなんてかわいそう。おい、どういう意味だよ。しょうがないな。そうしないと私、雰囲気が。どうやらただの。
行くぜ。はあ、発射。行くぜ。やっぱり俺様だぜ。子供扱いしな。だが、そ旅の途中で。でも確かに。そうさ。だが、もそれはお前はちゃんと一本の矢で二匹。本当？団長様。エリーン。あ、いえ、ロクサンナさんに話。さすがエリーンだ。団長。本当にそれでいい？団長様のご判断な。えへへ、おに。そう、これがあなたの選択なのね。合格よ。あなたたちが可能性を秘めた傭兵団ということは認めるわ。大丈夫なんですか？商人の方々に今までに盗まれた商品の代金を弁償しないと。そんな必要はないわ。実際に盗まれたものは一つもないのだから。うん、盗んだものはいつも返してたんだよ。さっきのカツラもおじさんのそばに戻しておいたよ。いつの間に。よかった。だがこれからはそんないたずらはやめるんだぞ。そうなっちゃうと腕がなまっちゃうよ。心配はいらない。実力を発揮する機会はきっとあるはずだ。同感よ。ちょうどあなたたちに話したいこともあったしね。最近商店街で一人の傭兵がいろいろと手伝ってくれているみたい。魔物を捕まえたり仕事を手伝ってくれたりしてね。だけど最近は。ごめんなさい、これは知らない方がいいかもしれないわね。確かなのはその傭兵が仲間を探しているってことよ。もしかするとあなたたちの役に立つかもしれないわ。なんだそれ。もうちょっと詳しい情報はないのか？例えばその傭兵の人相とかよ。私の情報はとても貴重なの。これでも十分すぎるサービスなのよ。仲間を探している強い傭兵がいるということはいい知らせだかな。情報が足りなさすぎます。それよりもロクサンナが隠したメモが気になる。なぜ内容を話すのをためらったんだろうか。メモの内容が気になるの？私が手に入れてこようか。泥棒はダメだって。さっき団長様が話したばかりですよ。いや、あえてメモを見せびらかしたのも実はロクサンナが試しているのかもしれない。頼む理事。心配いらないよ。絶対バレないようにするから。私の実力見せてあげる。
そうね。そうね。そうね。私には見えなかったです。団長様。たった一人によって。せいで、そんなこと可能なんですか？丈夫な胃腸なら俺も負けないぜ。もしこれが例の傭兵と関係があるとすれば、どこに行けばいいかは分かった。我々が行くべき場所はつまり武器屋か。傭兵たちがよく行きそうな場所だな。ですがメモの内容とは関係なさそうな。道具売り場かもな。お肉を食べすぎ。でももっと可能性。肉屋に行ってみないと。そうですね、場所は私が。さすがエリ。はい。